仮面ライダースラッシュ。皆さんこんにちは。気持ちがワンダー盛り上がってる初夏戦闘員です。イエーイイエーイイエーイ。いやー、本日朝テレビマガジンの付録の動画を上げたんですけれども、急遽仮面ライダーセイバーの第9章予告見て、いても立ってもいられずワンダー楽しみな気持ちになったので、急遽この思いを動画に込めさせていただきます。いや、独り言だと思って聞いていただいても構わないんですけれども、もうねこの動画の画像見てわかってると思うんですけれども、こちらまさかの新しい仮面ライダー登場。イエーイ。しかもこれってこうなって、それからこうなってのこれ。まさかの大神事。鉄道さん、仮面ライダーになっちゃうんですか？いやー、制作発表の時、自分は仮面ライダーに変身できないのが残念って、めちゃめちゃね、ベルト集めてるのに変身できないの残念とか言ってたの、あれ、まあ、あの時は知らなかったのかな。いや、でも良かったですね。おめでとうございます。私、誰よりも大神事さんのことを応援してました。え？りんたろう推しじゃなかったかって？まあ、りんたろう推しなのは変わらないんですけどね。いやー、これはね楽しみですね。来週と思いきや、なんと来週はセイバーお休み。広すぎません？なんという仕打ち。毎日コツ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 いろいろ頑張ってるのにね、皆さん2週間丸ごと置くなんて考えられない。もうやだーやだーやだー。でもまあ楽しみに待つしかありませんね。もう一回見てみましょう。はい。いやー、このね見た目、これなんというか、うん、派手ですね。何やらこちらはね、音の剣士ということで、どんな技がね出てくるのか、そして変身アイテム兼武器という感じのピンクのねあれも気になります。音の剣士ということで、肩にスピーカーがついているのかね、なんかそういった細かいデザインとかも気になるところではありますが、もう待つしかないですね。はい。まあ、あとは、セイバー第8章まで来ましたが、展開がね、忙しいですね。忙しいし、謎の男、アバロンのね、白い男も顔がはっきり見えたんですけど、ただそれだけで、なんだかよくわかんないけど、まあ、トーマもね、まさかの、角スピーンって伸びて、剣になるとはね、想像できていなかったんじゃないでしょうか。キングオブアーサーの力っていうのは、予想外のものでした。そんな感じでね、もうとにかく大神事さんが変身するのかっていうので、でもね気持ちがいっぱいになったので、このようにお話しさせていただきました。あと気になる広告入りましたね。セイバーの途中でテレサオリジナルスピンオフ作品、仮面ライダーセイバースピンオフ剣士外伝というのがテレサ独占配信決定ということです。全4話各週日曜日ということで、11月8日22日12月6日20日全4話ですね。これはね見たいですね。テラサ契約するか、仕方ない。これもうまいですね。初回30日間無料なんですけれども、2ヶ月目もね配信するということで、1ヶ月分はお金払わなきゃいけない。まあ仕方ないですね。まあその中にも大神事さんが変身するであろう仮面ライダーの姿が出ております。チェックしていきたいと思います。あ、おっと、今分かってしまいました。この仮面ライダーセイバースピンオフ剣士外伝の説明のところを見ると、ソードオブロゴスに所属する5人の剣士というふうに書かれていて、ブレイズ、エスパーダ、バスター、剣山、スラッシュって書いてあります。新しい仮面ライダー、その名も仮面ライダースラッシュ。おー、ネタバレネタバレ。まあネタじゃないんですけどね。いやー本当に楽しみですね。11月8日にスラッシュの姿明らかになり、放送後はテラサでスピンオフ作品を見ることができるという、とっても楽しみなことを待っております。うん、それまで頑張って生きていこうと思います。生きていくって大げさか。はい、ということで本日はもう一回見てみましょう。はい、こちら仮面ライダースラッシュという名前分かりました。大神事さんが変身するのかな。するんでしょうね。どうなんでしょう、まだはっきり分かりませんが、多分ねこの画像見る限り変身するでしょう。もうほとんど 100% この人と言っていいでしょう。ということで、ワクワク抑えきれずに、もう皆さんにお話聞いていただきました。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。スラッシュ本当に楽しみですね。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。